はい、ということでね、今回はスナップショット20W14Infinity で追加されるこちらのボックスオブインフィニットブックスを紹介します。直訳すると無限のね本箱っていう感じですね。この本が入った箱のデザインは全部で4種類あります。このように箱を右クリックすることによってそれぞれの箱から本が出てきます。同じ場所のね箱から取った本は全くね同じ本という感じになっているんですけれども、置く場所によって出てくる本が違って、その本の数約ね20億通り以上あると言われています。でね、この本自体見てみるとこんな感じに、著者はね不明になってるんですね。本の中も読めるような文字にはなっていません。じゃあね、この本どのように使うのかというとですね、このようにネザーゲートを作って、そこにその本を投げ入れることによって、はい、このようにねネザーゲートの色が変化するんですね。そしてただね色が変化するだけではなく、このように変化したポータルの中に入ると、はい、こんな感じに本のね情報に刻まれたワールドが生成されるようになります。はい、もう今までにね見たことないようなワールドですね。地面はねほとんどガラスになっていて、ターゲットブロックの上にはサボテンが置いてあったりとか、エンドシップが浮いていたりとか、スポーナーなどの場所もあります。はい、全く同じワールドなんですけれども、この蜂蜜ブロックが置いてあったりとか、こんな感じにブワーっとね巨大なサボテンファームみたいなものもあったりします。こんな感じに入れる本によって違うワールドが生成されるので、次々と見ていきましょう。次はねタイプ2ですね。青いポータルになりました。ここに入っていくと、一見ね砂漠のバイオームに見えるんですけれども、これエンドストーンでできていて、水なんかもねあって、紫のねブロックなんかも見えますね。でここでねベッドを置いて右クリックすると、はい、砂漠とはね違ってこのように爆発をします。他にも時間が進む速度が速かったり、それぞれのねブロックやアイテム、モブなどのね色が変な感じになっています。続いてワールドタイプ3を見ていきましょう。村人いましたけれども、赤いポータル入っていくとどうなるのか。はい、これもね全く違いますね、今までと。ボーナスチェストのようなものがねたくさん生成されていて、他にもね上の方に行くと大量のねカボチャが浮いていますね。不思議な生成ですね。こんなにカボチャがあるとねちょっと不気味ですね。で氷の柱があったりとか、青い炎がね大量に浮いていたりなんかもしてます。じゃあ次の本行ってみましょう。次の本はタイプ4ですね。中はどんな感じになっているのか、入っていくと、はい、生成されました。さっきのね砂漠に似てますけど何かが違うんですね。はい、ガストがめちゃくちゃスポーンして襲ってきます。ソウルサンドとかねソウルソイルが下にあって、まあネザーっぽいんですけれども、オーバーワールドっぽいっていうね不思議なワールドです。油みたいなね色のにじみ方をしているブロックとか、ネザーの金鉱石、レンガやマグマキューブなどがいますね。そしてネザー要塞で、なぜかオーバーワールドの一部なんかもちょっと生成されたりしてます。はい、とてもね不思議なバイオームですね。続いてはワールドタイプ5を見ていきましょう。水色のポータルですね。
はい、まずねちょっと右キラキラしてますけれども、このようにね全体的にちょっとカラフルな仕様になってますね。いろいろなコンクリートやコンクリートパウダーがあったりとか、ミツバチもねちょっと赤みがかってる感じのデザインになってます。またカラフルなガラスの柱が立っていたり、大量のね爆発パーティクルが出てたりとか、スキンもねなんと変色してました。変な色ですね。はい、これもね先ほどと同様色がね変な感じになっています。続いてはワールドタイプ6です。ポータルに入るとまずね一番最初に見えてくるのがねこの大量のフェンスゲートですね。なんかコマンドで置いたかのような四角くてでっかいねフェンスゲートが置いてあったりとか、テラコッタブロックでできた島みたいなものもあります。またこれもね色がかなり変な感じになっています。レバーもね動かすと色がなんか変わりますね、赤青。続いてワールドタイプ7です。すごいね緑色のポータルですね。入っていきましょう。ここはねちょっとサバイバルであんまり訪れたくないようなほとんど岩盤みたいなものでできたワールドになってますね。久しぶりに見ましたねジャイアントゾンビがいます。続いてはワールドタイプ8です。はい、ワールドタイプ8の中はダーッとね砂漠バイオームのようなものが広がってますが、これもエンドストーンですね。水らしきね場所はガラスになっていたりとか、時間もね常に夜というね特殊なワールドですね。続いてワールドタイプ9です。9は入ったらこのようにね完全岩盤のねスーパーフラットのワールドでしたね。続いてワールドタイプ10です。入るとおー今までにねまたない感じですね。これは氷のね柱がたくさん立っているのと、スポンジのようなね柱も見えますね。これもまた色が変な感じになっています。また上にはね大量のエンドシップが並んでますね。なんかスターウォーズみたいですね。他にもいろいろな生成物がありました。ホグリンもねいますね。続いてワールドタイプ11です。ワールドタイプ11は青い柱やね黒い影のね柱が点在しています。なんだか不気味なねワールドですね。続いてワールドタイプ12です。中に入っていくと、はい、これまたねちょっと違ったデザインですね。すごくねカラフルな球体がたくさんあります。すごい綺麗ですね。ガラスがねこのように塊になってるんですね。エンドシップもカラフルな感じになっています。骨なんかもね色がついてますね。続いてワールドタイプ13です。入るとまたこれもねちょっと違った感じのデザインですね。ゲート周りがすごいおしゃれなテラコッタで飾られていたり、ピンクのねシャボン玉のようなガラスの球体が飛んでいたりと、すごいねポップな感じのワールドです。続いてワールドタイプ14です。くすんだ緑という感じですが、中に入るとすごい真っ暗なんですけれども、上の方に行くとねこんな感じになってます。ひたすらね変な音、恐怖の音が鳴っています。そしてジャングルバイオムっぽいんですが、ブロックはね様々なものに入れ替わっています。また金ブロックも置くとねこのエメラルドブロックになってるような変な色になります。続いてワールドタイプ15です。ワールドタイプ15は入っていくと、これはまたね可愛い感じですね。浮島がたくさんあります。やっぱ色があってポップな感じのワールドはいいですね。続いてワールドタイプ16です。中に入ると大量のね歪んだキノコや石から
煙のパーティクルが出てたりしますね。続いてワールドタイプ17です。17の中は、はい、これもねまたちょっと綺麗な感じですね。湿地の浮島になっています。さあどんどん見ていきましょう。ワールドタイプ18です。18はこのような感じですね。ポータルは赤っぽかったんですけれども、中はね真っ白な世界ですね。雪に見えるんですけれども、ほとんどがねガラスの地形になっています。すごい綺麗ですね。こういう場所でねサバイバルするのも楽しいと思います。続いてワールドタイプ19です。タイプ19は、はい、こんな感じにエンドシティのねような感じの浮島になっているんですが、色味が少し不思議な感じですね。白樺でできていたりとか、まあ、とにかくね赤いジエンドというイメージですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。紹介ねしきれないほど、まあ、20億通り以上あるということで、皆さんもねサバイバルなんかでポータルをどんどん開いてね、どんなねワールドが生成されるか見てみるのも楽しいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。